別にそういう意味じゃなくて、俺はただ。ただ？ただ、艦長としてみだらな。ほら、なでしこの規則で男女交際禁止って。ねえ、プロスペクターさん。ところだったのによ。やっぱりあそこでルリルリを押すべきだったか。とまあ、そうこうしているうちに、なでしこは地球連合軍の宇宙ステーションコスモスに収容。私たちは地球に強制帰還させられる始末。まあ火星の遺跡を宇宙の彼方に飛ばしちゃったんだから仕方ないんですけどね。でもそんなことお構いなしで、相変わらずまとまりのないなでしこの人たち。私もそうだけど、みんな先のことって考えているんでしょうか。でも、約1名は違うみたい。そう、あなたです。地球の人も木星の人も戦争してまで欲しがった火星の遺跡、その中枢部分を宇宙の果てに飛ばしちゃったんだから、そりゃ皆さん怒るよね。おかげでしばらく交流されたりしたけど、自由はすぐにやってきた。それはついになでしこの人たちが離れ離れになるとき。そして、あなたにとっては、とてもとても大切な時間が始まるとき。君たちの交流期間もこれで終わったことだし、晴れて自由なんだ。多少の監視が続くが、それくらいは我慢したまえ。うちに帰るもよし、軍に残るもよし、まあ好きにやって。
以上親方のところで世話になるわけにもいかないし。お前はどうするんだ？これから。私はどこにも行くあてがありません。そうですな、ルリちゃんはなでしこのためだけにネルガルが呼んだわけですから、なでしこがないとなると。私ってもしかしてお邪魔虫ですか？私の家いらっしゃいよ。いや、ネルガルが責任を持って。うん、私がユキナちゃんと一緒に面倒を見るわ。ここは俺の包容力で。私が引き取ります。私たちと暮らした方がいいんだって。でも世界の、いや宇宙のネルガルとしてはな。なんと我が売り畑科学研究所では。どう、ルリは誰と一緒にいたいんだい？希望を聞くのが筋ってもんだろう。それでは。私は。
ユリカ、どうしてここがわかったんだ。わかるわよ、秋田のことなら何でも。私を大好きなことも知ってるし、それとそれと。ああ、そういうことじゃなくて。ここの住所は売畑さんに聞いたの。あ、そうだ。ねえ、秋人、今日はどこに行ってたの？ユリカ、俺のことなら何でも分かってるんじゃなかったっけ？ああ、気をつけて帰るよ。何すんだよ。明日まで私を忘れないようにおまじない。なんだい、忘れるかよ。なんか悪かったな。いきなりユリカのやつが押しかけてきて。何？君かね、なでしこにボソンジャンプしてきたというのは。まあ、どこにも行く場所がないというのなら、君もルリと一緒に我が家で面倒を見よう。しかし、我が家の一員となったからには、ミスマル家の家訓には従ってもらうぞ。それは軍人たるもの、日々の生活でも規律正しく、そして男らしくでいこうということだ。そうか、わかるか。お父さん。
そんな家訓、私初めて聞きました。お前は可愛いから、わしはそれだけで満足だよ。提督を見ていると規律正しいとは思えないんだけど。おちゃごちゃうるさい。まずは掃除だ。そう言わずさっさとやらんか。雑巾掛けが終わったら次は炊事だ。提督に味がわかるかしら。お父様の好きなものを作ればもうあなたに何も言わなくなるわ。それはズバリラーメン。さあ、あなたにはスープを作ってもらいましょう。
豚の骨のコクが出ていません。煮込みの時間を誤ったのか、調味料の割合を間違えたのか。そんなに気を落とさないで。慰めても無駄でしょ。やっぱりまずいです。そもそも美味しいラーメンを作れば何も言わなくなるかどうかが疑わしいです。私が、いえ、ネルガル重工がボソンジャンプの研究をしているからよ。まあ、いずれわかるわ。でもまだ時期じゃない。知ってると思うけど、元なでしこクルーたちには監視がついてるわ。それはあなたも例外じゃない。そしてあなたはネルガル会長秘書の私が直々に監視するから、光栄に思ってね。それじゃあまたね。
彼のことをどうこう言ってるわけではない。今すぐ荷物をまとめて。こっから出ていくんだから。さあ、これでよしと。さあ、俺まだ仕事も決まってないんだけどな。
よく来たな。待ってたぜ。何があったんですか？聞いてよ、あんたたち。この人ったら家へ帰ってきてからろくすっぽ仕事もしないで模型ばかり作ってんのよ。それは。それは仕方ありませんね。それが売り畑さんですから。時たま仕事が来ると気に入らないとかなんだかんだとイチャモンつけて結局断るんだから、少しはうちのことも。バカ野郎、俺は仕事を選ぶんだよ。この俺にしかできない仕事をよ。俺を必要としてくれる仲間のためにこの腕はあるのさ。もう何偉そうなこと言ってんのよ。ならあれは一体何なの？
こんなこともあろうかと、こんなこともあろうかと、あ、こんなこともあろうかと、そっちも準備しておいたのさん。ございません。よし、これでラーメン屋台を始められるぞ。やっぱり仕事をやり終えた後っていうのは気持ちのいいもんだね。そんなこんながありまして、結局私たちはこうなってしまいました。ここら辺でいいだろう。お客さん、来ないわね。投稿して回ってる最中なの。今日も3つほど出版社を回ってその帰り。こんなに上手なのに。
と。余韻に浸ってるの。それじゃあ今のうちに。1枚目のディスクの内容が
いらっしゃい。ラーメン。はい。どう見ても泉さんよね。星の海をさすらう女。ねえ、僕、お父さんの名前なんて言うの？ウリバタケセイヤ。聖夜さんの子供だ。なんで泉さんと一緒に。私は星の海をさすらう女。この子を連れて銀河へ旅立つの。もしかして人さらい。人さらいだったのか。人さらい？いえ、さっき泉さん、いや、変な女の人がお子さんを連れて。何泣いてんだよ。
つそこの公園で遊んでたぞ。しっかり見てろよ。
況になるのかな。ああ、なんかすごそう。どういう状況になるのかな。そっか、せっかくだからなりきっていこうね。一生懸命作ってるんだから。もうちょっとだけよ。
どういう状況になるのかな。そっか、せっかくだからなりきっていこうね。私ね、こういうの夢だったんだ。君に聞きたいことがあって寄ってみたんだが。次の中で木蓮のメンバーでないのは誰だ。
揮の4人の中で一番地位が高いのは誰だ？政局には詳しいと思った。だから分からなければ気にする必要はない。ごちそうさん。
大晦日なんだよな。除夜の鐘。ちょっといいかしら。あなたに頼みたいことがあるの。あなたにしかできないことなのよ。そうよ、なでしこの環境にボソンジャンプしてきたあなたしかできないこと。いよいよ時期が来たってことよ。とにかくついてきなさい。いよいよあなたにボソンジャンプの実験をしてもらう日が来たわ。そう、まだほんの一部の人間しか成功していない生体ボソンジャンプの実験よ。今のところ分かってるのは、火星で生まれたごく少数の人間は生身の体でボソンジャンプができるってこと。火星の古代遺跡から遺伝子レベルで干渉されてるからね。あなたはあの日、なでしこに飛んできたじゃない。あなたが火星生まれかどうかなんてわからないけど、生体ボソンジャンプが可能な体であることだけは確かよ。あなたは今まで、アキト君たちと生活していたから知らないでしょうけど、私たちネルガルの他にもボソンジャンプを研究しているところがあるの。もし彼らがヒサゴプランを完成させれば、ネルガルに勝ち目はないわ。には事実を教えてあげる。ヒサゴプランとは、反ネルガルグループが木蓮と手を組んで作ろうとしているボソンジャンプのネットワークシステムよ。彼らは多くのチューリップを使って宇宙航行の驚異的な迅速化を図ろうとしているわ。もしそんなことされれば、彼らにボソンジャンプの実験を握られてしまう。ネルガルがボソンジャンプを独占していくためにも、友人でジャンプする方法を私は解き明かしたいの。そのためには、あなたがボソンジャンプするデータがぜひとも欲しいの。
ダメよ。ここに来た時点で受け入れたも同然よ。もうすっごい機密事項も話しちゃってるんだから、無理やりにでも受けさせる。気がついたとき、災難でごめんなさい。
うおしまいね。ところで、さっきのポケットに入ってた写真なんだけど、誰が落書きしたの？どこの女の人？なんて聞いても覚えてないんでしょうね、どうせ。なんか都合のいい言い訳ね。悔しいから私の持ってる落書きなしの写真と交換よ。浮気してるんじゃないの？もう記憶喪失なんて嘘じゃないかしら。私を忘れないで。これじゃ地上は全滅だよ。ありがとうお兄ちゃん、デートしよう。私、愛っていうの。
すんじゃよ、やめて。虫型が発信するかもしれん。我々が願っていた都市が手に入るかもしれない正念場だ。気を抜くなよ。敵はあの憎きなでしこです、艦長。あの怪談人、今度こそは。艦長、通信が入ってます。月読み、一体何の用だ。わかった、サブロータ、艦の指揮はお前に任せる。そういう潔さが俺は好きだ。よし、お前の話に乗ろう。お前が熱血クーデター計画に参加してくれると我々には百人力、鬼に金棒だ。お世辞を言うなと言ったろ。貴様、ここで何をしている。わかった、
日下部中将より通信です。直ちに人型虫型戦闘機を発進させ都市を制圧しろとのことです。わかった。電磁を出せ。サブローター、俺も大鉄人で出る。艦長、お供します。一緒に来い。実験は失敗したようね。そうよ。だってあなたはどこにもジャンプできなかったじゃない。服はビリビリに破けていて、もうほとんど裸だったけどね。
でよかった。本当に。よし、今日は正月だ。お前らの部屋にでも行って、いっぱいやるか。そうですね、ぜひやりましょう。正月ないわね。私も行くわ。前に一度調べましたよ。どうかしたんですか？調べますね。情報が検索されました。おかしいですね。情報が少し増えてます。ネルガルさん、何かしましたか？さあ、五木風間、本名同じ。2181年、静岡県浜松で父森を母由香の長女として生まれる。宇宙連合に入隊後、火星ネルガル研究所でパイロット候補生として勤務。2198年、なでしこに転属。川崎シティにおいて木星トカゲ迎撃に出動。戦闘中、敵ボソンジャンプに巻き込まれ殉職。以上です。前と比べて何か増えてたか？
そうですね。
No.